卓球、WTT コンテンダーリオデジャネイロ2023日程、8月7日から8月13日場所、ブラジルリオデジャネイロ、写真、危なげなく8強入りを果たした早田ひな11日、WTT コンテンダーリオデジャネイロは大会5日目を迎えた。男子シングルス2回戦では、世界ランキング134位の松島菊、木下アカデミーと、同27位のリショー明け、イサンス、韓国、 な対戦 T リーグでもプレーした経験を持ち東京五輪韓国代表にも選ばれた実力者に対して松島は序盤から果敢な攻めを見せる第1ゲームこそ落としたものの第2ゲームを11対8で奪うと第3ゲームもデュースを制してダッシュ勝利に王手をかける続く第4ゲームは2正明の台上プレーや両ハンドの安定感に,に苦しめられるも 松島もフォアハンドで積極的に攻め、10から8で先にマッチポイントを握る。そこから1点奪われるも、最後は松島のバックドライブを利勝明けがオーバーして勝負あり。ゲームカウント3対1で松島が李勝明を下し、男子シングルスベスト8入りを果たした。同じく男子シングルス2回戦では、及川瑞希、木下グループ、都章千淵、チュアン・チー・ユアン・チャイニーズ・タイペイ、が対戦。 及川が第2、第3ゲームを奪って先に王手をかけるも、総知淵が第4、第5ゲームを連取し、ゲームカウント2対3で惜しくも敗れた。また、男子ダブルスにも出場していた及川瑞希、水松島菊ペアは、超勝都市、著駿民、呉ジュン誠、おンソン、韓国、ペアにゲームカウント2対3で惜敗し、2大会連続の優勝を逃す形となった。 女子シングルス2回戦では早田ひな、日本生命、ラ・クリスティーナ・ケルベリー、ースウェーデン、と対戦。ゲームカウント3対0で勝利し、危なげなくベスト8入りを決めた。日本選手11日試合予定。男子シングルス2回戦、ゼロ松島菊、木下アカデミーさん一里章明イサンス、韓国、及川水木、木下グループ、2、三勝チフチ。 チ,ュアンチーユアンチャイニーズ大抵ゼロ、男子ダブルス準々決勝、及川瑞希、木下グループ、松島菊、木下アカデミーに、山頂勝利、諸須民、呉コ誠、オ・ジュンソン、韓国、ゼロ、女子シングルス2回戦、ゼロ、早田ひな、日本生命、3対0、クリスティーナ・ケルベリー、スウェーデン、日本選手12日試合予定、男子シングルス準々決勝、 松島菊、木下アカデミー、ドミトリー・オフチャロフ、ドイツ、女子シングルス準々決勝、早田ひな、日本生命、プリティカパバド、フランス。